はい、シニアの経営者様でですね、老齢厚生年金の支給停止の問題にお悩みの方とかですね、経営者の方で社会保険料負担が大きいというふうに思っておられる経営者の方向けにお役に立つ情報をですね、メールマガジンの形でも月1回か2回程度ですね、配信をしております。で、今月1月ももうすでに配信しましたから、次回はおそらく2月の上旬になろうかと思います。で、内容も前回お送りした時に予告してたものが一部ありますからね。年金復活プランとか、役員報酬最低化活用した社会保険料削減手法と、類似した情報に関する、違いをね、説明するような、前回もそういった内容でしたけどもね、今回もそういったことも含めて、ご提供したいと思います。